海外ドラマあるある長文のセリフなのになぜか急に声が揃う。エミリーおめでとう、あなたを誇りに思うわ。ありがとう、でもまだやっぱ夢みたい。だってエルマガジンってミネソタにいた少女の頃からクローゼットの中で読んでた。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもう一つ行かせていただきます、はいはい。海外ドラマあるある信じられないものを見たのになぜか一度すんなり受け入れる。私が先に声をかけるべきだったわ。誰が言ったって一緒よ。だいたいパーティーで男を持ち帰る。ちょっと待って、待たない。あそこにいるの何？メアリーじゃない？そうそう、あそこにいるのは3年前に死んだメアリーよ。わー、はい。じゃあ海外ドラマあるある1話の冒頭で人気者の生徒たちがはしゃいでいるときに画面の端で小さなハプニングが起こっていると思ったらそいつが主人公だったシーン。やった、私たちのチームが優勝よ。嘘でしょ、ありえない、こんなことってある。やったやった、これが今の私よ。大丈夫だった。じゃあせっかく笑ってくださってるのでもう一個最後に出していただきたいと思います、はい。海外ドラマあるある、ちょっともう息切れすごいから大丈夫？めっちゃ入ってんの息がね。大丈夫ですか？海外ドラマあるある、ドタバタ劇の後赤ん坊を置き去りにしてきたことに気づき声が揃うシーン。ちょっといい加減にしてよ、飛行機のチケットを忘れるなんて。私が悪いって言いたいわけ？あんたがそんな調子だから赤ん坊のリッキーにまで。ちょっと待って、リッキーはどこ？車の中よ。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。という間だったんですけど、まあ、いろんなね、こう海外ドラマちょっと見させていただいたんですけど、まだ見てないので面白そうなのがいっぱいあったし、あのまだまだイケメンがたくさんいそうだったんで、ちょっと確かに新たにまたね、見てないタイトルを見たいなと思います、はい。うん、はい。私はあのお似合いの方が悪魔っていうのを知れただけですごい、とても嬉しかったです。天使ってことじゃない？だから、あ、天使ってこと？天使って言われてるんじゃない？天使と悪魔ってことじゃない？エンジェル？ちょちょ遠いのよ、さっきから2人とも。アッハン、ね、何でもできるわけじゃない。アッハンはできないの？そんなにできない？すごい、ありがとうございます、本当に、はい、ありがとうございます。かなでさんはどうでしたか今日は？そうですね、すごい楽しかったです。もう一番シンプルか。すごいね、きれいにまとめてね、くださいましたもんね。どこがなんですか。苦し紛れのきれいにまとめました。いや遠いのよ、無理やって。もうここで三時のヒロインの皆さんとはお別れです。ピエーン。ちょっとやめとこう、芸人やから。その無理よ、そんなことでは人気は出ないよ。甘かった。すごいのよここが。肉顎あるやん。ということで、すいません、ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。三時のヒロインの皆さん。